こんにちは、クレイです。今日私が行うテーマは一枚で様になる服というテーマで、お送りしたいなと思います。ちょっと前にレイヤードの重ね着をおすすめしていたんですけど、冬は本当に重ね着が楽しめる時期なので、そういうおしゃれも楽しみながら困った時の必需品、1枚で着るだけで様になるようなアイテムを持っておくと何かといろいろ便利なんじゃないかなと思いましたので、クレイの中にある1枚で様になる服というものをちょっとチョイスしてご紹介したいなと思います。で、1枚で様になる服の私が考える3つのポイントは、まずこういうワンピース、もう上から下までつながっているお洋服も皆さんすぐ思い浮かびますよね。1枚で様になる服イコールワンピース、これは結構重要ですね。そしてあとは、品質の良いお洋服、例えば素材だったり仕立てだったり、そういった品質の良いお洋服っていうのは1枚着るだけで本当に雰囲気ガラッと変わるので、そういうのもとてもいいと思います。そして3つ目はデザイン性のあるもの。デザイン性っていうのは形に個性があったり色に個性があるものを一つあると何かと、いいと思います。はい、この3つをテーマに今日お送りします。はい、そしてまずワンピースということで、クレの中にある1枚の様になるワンピース、すぐこれが思い浮かびました。鈴木孝幸さんのペザントドレス、本当にこれは何がいいかって言ったら、もう重ねるものが何もいらない、もうこれだけで雰囲気が決まります。で、このこれだけで雰囲気が決まるこの服のポイントは、まず素材感、これはリネンなんですけど、裏がちょっと微起毛になっていてちょっぴり生地厚なんですね。なので透けを気にせずに中に何を着ようかなとか、スケールの気になるなっていうことを全く気にせず着ることができる素材でできているっていうのも魅力だし、あとこのワンピースを選ぶ時のポイントは、やっぱり少しデザイン性があるものを選ばれるのがいいかなと思います。このペザントドレスはまずここが肥沃仕立て のボタンになってるんですけど、結構これこの肥沃仕立てがあるのとないのとだったら、この周りのこの辺りののっぺり感が全然違うので、やっぱり肥沃があってボタンがちょっとデザイン性があることで抜け感が出たりもするし、あとお袖のところもちょっとここに本当にささやかなんですけど可愛いボタンとちょっとしたギャザーがあったり、後ろもここにちょっとしたギャザーがあることで歩く時のふわっと感もより出たりとかします。そしてあとはここもね、本当にさりげないんだけど、ここの前側のこういうタックがあることでより膨らみが出たりとかするので、何もないものだったらやっぱりのっぺりしてしまう感じがするので、重ね着をすることで生かされる服な気がするんですね。なのでこのペザントドレスはちょっとした遊びがあることで1枚で様になるんじゃないかなと思います。で、他にはもうね、これすごい素敵、ボンボヤージュサロペットって言って、トアバーズさんから出ている上と下がつながったもうワンピースでいけるサロペットになりますね。で、こちらもここに包みビジューって言って、これ、ね、胸元に包みビジューがあって立体的なデザインが施されていたり、あとはウエストのところにトモ布の2本のリボンがついていることでデザイン性があったりします。で、これもリネンなんですけど、今の季節に出てくるリネンなので生地は程よく厚さがあるので透け感も気にせず着ることができます。はい、これも1枚でもう本当に重ね着なんかいらない、1枚で様になるアイテムの一つです。で、さっきも伝えたように、じゃあどういうのはあんまりやめた方がいいっていう表現は良くないんですけど、1枚で様になるワンピースを選ぶときにちょっと避けた方がいいなって思うのはクレイにはなかったんですね。でもこれ感じかなと思ったのが、
私このワンピースも去年、同じような形の持っててすごく大活躍してるんですけど、これはね、胸もこの首元にデザイン性があったりポケットがあるから、デザイン性がないワンピースではないんですけど、ちょっとイメージしてもらいたいのが、こういうズトンと落ちた本当にペロンとしたシルエットで、例えば首も詰まっていたりでポケットもなかったりしていると、なんか体型はカバーしてくれるけど1枚だったらちょっと物足りない感じがするので、中にタートル合わせたりとか首にストール巻いたりとか足元にちょっとカラフルなタイツ合わせたりとかして重ね着をする方が活かせれるワンピースな感じがするんですね。なのでこれは辻さんすいません、これすごい好きなんですけど、本当にそういうワンピースがお店になかったのでは一番近いであろうものをちょっと選んだのでちょっと申し訳ありません。はい、なので1枚で様になるワンピース選ぶときは、こういうちょっとデザイン性があって透け感がなくて本当に着やすいものを選ばれるといいと思います。はい、ではちょっと着替えてきます。1枚で様になる服ということで、2つ目は品質の良い服。品質がいいっていうのは私が思うに、素材がすごく良かったり仕立てがすごく丁寧であったり凝っていたり、そういう時間をかけて作ったアイテムっていうのがやっぱり品質が良いって言うんじゃないかなと思うんですけど、例えば、こちらのトゥジューさんのカシミヤニットプルオーバー、これは、とっても上質なカシミヤ、暖かい素材の中では本当に高級品質と言われるカシミヤを使って、編まれたニットなんですが、カシミヤなので本当に肌触りもとてもいいし、とっても見た目の上質さが触らなくても分かってくれるんじゃないかなと思うんですね。で、トゥジューさんはこの色味の出し方がとても上手で、上質なカシミヤにこういう淡いお色を合わせて一つのニットにしているので、もう本当にこれだけで上質さがすごく伝わるし雰囲気も出るんじゃないかなと思います。なのでこういう1枚の上質なニットを上に着るだけで、例えばこういうシンプルなデニムと合わせてもとってもこなれた感じに仕上がるんじゃないかなと思います。で、こういうパンツ合わせてもいいしスカート合わせてもいいし、何を持ってきてもこのカシミヤのニットがうまく全体のバランス、そして雰囲気を高めてくれるアイテムになると思います。で、上質っていう一つのもう一つは例えば縫製とかもあるんですけど、これも上質なブラウスになりますね。で、これはこれも先ほどのボンボヤージュサロペットと同じブランドさん、トワバースさんから作られてるんですけど、まあ、デザイン性はもちろんのこと、ここの縫い合わせのところとかが本当に綺麗で丁寧に仕立てられてますね。袋縫いになっていて端がもう見えないようになっていたりとか、この中央の合わせの部分も本当に綺麗な仕立てになっていて、縫い目がこれ裏地になるんですけど、縫い目生地の生地を切っている部分が表に出ていない、で本当に隠れたところがとってもこだわって作っていて、でも1枚のブラウスにした時にその上質さがやっぱり安易に作られているお洋服よりもにじみ出てるんじゃないかなって個人的には本当に思います。なのでこういう仕立ての良いなおかつデザイン性があるお洋服とかだったらやっぱ1枚でも何か下にほんのデニムでもいいし、なんかスキニーパンツでもいいし、そういったもの合わせてもとっても雰囲気出ると思います。そしてあとこちらもね、手の込んだニットなんですね。ハンドフレームモヘアニットセーターっていう名前のアイテムなんですけど、コムアーチさんっていうブランドさんから出ていて、
これが何がいいかって言ったら、ハンドフレーム、あの手織り機という機械を使って織ってはいるんですけど、あの機械的、全部あの機械で行うんではなくって、手織り機を使いながらも糸の微調整とか緩みとかは全部職人さんがあの見て手間暇かけて織っている、あの編み上げているんですね。なのであのこういう柔らかな風合いとか、柔らかな風合いとか、この裏から見た時の編み目の綺麗さとかもなかなか分かりづらいとは思うんですけど、この服1枚で雰囲気が出るセーターになってますね。でこれは色も個性があるので、これもシンプルなアイテム合わせるだけであのスタイルが決まると思います。はい、ということで、品質の良いアイテムを選ぶ。でもう最後、もう最後のポイントは、あとデザイン性のある服を選ぶ。こちら前はあのシンプルな、フレアのパンツなんですけど、実は後ろがプリーツになっているっていう、ちょっと個性のあるあのアイテムになります。でプリーツ素材、プリーツなんですけど、ちょっと光沢感もあって、歩くたびにあのちょっとこう光る感じもとってもいいんじゃないかなと思います。なのでこういうあの個性のある、デザイン性のあるアイテムを選ぶと、上はこういうシンプルな普通のタートルネックとか合わせてもちょっとおしゃれに決まったりとかします。であとデザイン性のあるものとかというと、同じくこちらの、これもねデザイン性があって、なおかつ色も個性がありますね。こういうスカートをちょっと選んでみたりとか、ちょっとタータンチックしかなかったんですけど、こういうオニーロブダウリンさんのスカート、これはデザイン性っていうよりも色に個性があるなと思ったので、こういう色に個性があるものを一ついつものコーディネートに入れるだけでパッと華やいたりするんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、1枚で様になる服、あのちょっと私の中の提案をさせてもらいました。で、やっぱり急いでる時とかもコーディネート考えてる時間とかなかなかないから、そういうワンピースとか1枚そういうものを味方につけておくと、あのいいものと、そして日頃のデニム でもお出かけもできるし、通常のなんかこう仕事の用のスラックスとかでもあの品質のいいものを身につけるだけで気持ちも高まったり雰囲気も決まったりとかすると思うので、ぜひこの、1枚で様になる服、例えばワンピース、品質の良いもの、そしてデザイン性のあるもの、こういったものをポイントにしながら服を選ぶのも一つ楽しいんじゃないかなと思います。はい、ということで、ちょっと長々となりましたが、あの最後までご覧いただいてありがとうございます。引き続きチャンネル登録、もしよろしかったらいいねボタンもいただければありがたいなと思います。で、あの商品の詳細は下記の概要欄に載っておりますので、ぜひ参考にご覧ください。ではありがとうございました。